こんにちは、バンチャンネルのバンちゃんです。今回は真ん中 C ポジションで弾ける発表会おすすめの曲を紹介したいと思います。この動画ではおすすめのポイントや、あとはリズム、何が出てくるか、小節数などもお伝えするとともに、具体的にどのぐらいのレベルだったら弾けるのかっていうのを教本で示そうと思っています。例えばピアノドリームなのか、の何番なのかとか、そういうところがあると、バイエルの最初ってどのぐらいっていうのが、もうバイエルを使っていないのでわからないと思うので、具体的に今使われている教本の中で紹介したいなと思います。最後に演奏もあるので、演奏が聞きたい方はそちらに飛んでください。では今回はジングルベルを紹介したいと思います。ジングルベルは全部で16小節あります。楽譜ではこう見開き2ページになっています。リズムは四分音符、二分音符、全音符、そして四分九符や二分九符、全九符もあります。で、一番特徴的なのはここのところに不定四分音符が出てくるので、そのリズムしっかりできるようになるといいですね。音楽的な記号では強弱記号がフォルテがついています。あとはスタッカート、スラ、テヌートもついています。いろんな音楽の記号を学ぶのにちょうど良さそうです。先生の伴奏もついているので、連弾で弾くこともできますよ。そして両手同時奏でシャープが出てき、シャープ、フラット、ナチュラルも出てきます。具体的な教本のレベルですが、ピアノドリームだと2から3、ピアノランドだと1か2のぐらいですね。オルガンピアノの1の最後の方、真ん中より後ろの方ぐらいですね。弾けるよジュニアの2ぐらいが弾けていたらすぐ弾ける曲だと思います。では演奏をお聴きください。